こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。2018年のリトルシニア日本選手権大会で準優勝に輝いた山口東リトルシニア、今回はそんな強豪チームの切り込み隊長を務め千葉ロッテマリーンズに入団した藤原恭大選手を彷彿とさせる選手を紹介していきたいと思います。山口東リトルシニアの切り込み隊長を務めた選手、それが野間翔一郎選手です。走攻守すべてにおいて中学野球トップレベルの実力を持っており、一番打者ながら中学通算20本の本塁打を放ちました。リトルシニア選手権大会では2回戦の八王子リトルシニア戦で先頭打者ホームランを放つなど、チームの決勝進出に大きく貢献。その実力を遺憾なく発揮しました。それではここで打撃練習終わりの野間選手に今日の打撃のポイントを伺いました。どういうところを意識してバッティングしましたか？下半身から回す意識で打ちました。できましたか？はい。まだ突っ込むところがあるんですけど。ああ、なるほど、ありがとうございます。はい、この春からは関西の強豪校へと進学予定という野間選手、最後に高校野球に向けて意気込みを伺いました。どうぞご覧ください。山口東リトルシニアの野間翔一郎です。高校野球では1年から試合に出て藤原選手のように走攻守で活躍できるように頑張りたいと思います。